こんにちは、さおりです。今日は生米玄米 100% でブルーベリーのパンとよもぎのパンを作ってみました。両方ともすごく綺麗な色で目でも楽しめるパンです。しっとりふわふわの生米ミニ食パン作っていきます。まずは1日水につけて浸水させておいた玄米1合をブレンダーに入れていきます。今回も1日水につけて玄米を発芽させたものを使っていきます。水につける時間は半日以上でも大丈夫ですし、白米でも大丈夫です。次に絹豆腐を 150g 入れていきます。豆乳 150g でも大丈夫です。次は塩を1つまみ入れていきます。次にお砂糖を大さじ1杯入れていきます。好きな甘味で大丈夫です。次は油を大さじ1杯入れていきます。癖のない油を使っていきます。次はベーキングパウダーを 8g 入れていきます。次はブルーベリーを入れていきます。今回は冷凍のブルーベリーを解凍したものを使っていきます。50g ほど入れていきます。ブルーベリーの水分で仕上がりが少し水っぽくなったので、豆腐の量を 50g ほど減らしてもいいかもしれません。少しブルーベリーを残しておいて、後から生地に混ぜていきます。ブレンダーで混ぜていきます。1、2分しっかり混ぜていきます。パウンドケーキの型にクッキングシートを敷いて生地を流していきます。生地の真ん中にも残ったブルーベリーを入れていきます。180度のオーブンで20分から30分ほど焼いていきます。残ったブルーベリーの汁をかけたら上が茶色くなってしまいました。すごくしっとりふわふわです。冷ましてから食べても美味しいですが、焼きたてを食べるのもすごく美味しいです。ブルーベリーの自然の色がすごく綺麗なパンです。ブルーベリーの抗酸化物質のアントシアニンたっぷりの美味しくて体にいいパン、おすすめです。よもぎのパンも同じように作っていきます。作り方は一緒で、よもぎの粉を
大さじ1杯ほど入れました。よもぎの色がすごく綺麗な、すごくよもぎの味がする美味しいパンです。トーストして食べてみました。外はカリカリで、中がしっとりしていて、トーストして食べるのもおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。